節と二節ですね。はい、お願いいたします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。お祈りします。天の様、あなたは私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学びたいと思いますが、どうぞ豊かに導き、サインご予行と宮沢を荒らしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。この黙示録の最後の方ですね、再臨と、そして再臨の後どうなるかということを書いてあるんですね。それで復習になると思いますけれども、まあ、前に言ったようにですね、これを話すと1回じゃ理解できないですね。だから3回4回やれって言うんですが、3回4回やると、この何度も言いますようにみんな寝ちゃうんですよですからですね、まあ、復習を兼ねてまずいきたいと思うんですけど、今がこの時点だとしますと、これがしばらく経ってですね、中東和平が締結されます。で、これは観覧時代のスタートです。これを締結するのは反キリストですね。平和が来たって言いますが、とんでもないことが起こります。で、この観覧時代は7年間で、とんでもないというのは、2回の大きな戦争と災害があってですね、ちっちゃい戦況の戦争もと言ってありますね。2分の1が死ぬとか言ってあるんですね。で、70億だとすると35億が死ぬ。それと空車にとっては激しい迫害の時代になります。ですから、まあ、皆さん用意してください。迫害の時代が来るということですね。そしてこの 3.5 年目、ここで2つに分かれます。後ろの方は大観覧と言いますね。で、ここにいたら大変です、ね。まず 全員殉教ですね。殉教生界が他人ほどだから僕の問題になっちゃう、こういうことになりますね。で、ここで刑期が起こります。富士山が天に携わげられるわけですね。そしてイエス様が天に携わげられた富士山を迎えに降りてくる。で、これを空中祭典と言いますね。で、この時に、復活が起こるわけですね。で、復活、これは何かというと、ここまで死んだクリスチャンですね。ですから観覧時代の中間まで、昇天したクリスチャンですね。だから天国にいる人全てがこの時復活します。で、復活っていう意味に関しては皆さんお分かりになると思うんですが、私たちの体は血肉の体ですね。それが御霊による体に変わるということですね。で、血肉の体は年取り死ぬのですね、朽ちる。御霊の体はですね、年取らず死なない、死なない。それと天に登ったり、通り抜けたりします。壁を通り抜けたり、ね。まあ、そのことはこの間お学んだという。それですから、この時に、天に行ったら霊なんですね。体を失いになりますから、霊の存在のクリスチャンに御霊の体が与える。これは起こる。今日はこの後なんかね、ここはあんまし詳しくそしてですね、かなり少数だと思いますが、敬業する。敬業する。で、敬業するときにも変化が起こります。ね、いいですか？もし今ここで敬業が起こったら、俺がパッと手に行くわけですね。そうしますと、血肉の体なんで、体が天井にぶつかるわけです。そうするとですね、大けがする。それで血肉の体はね、天に登れないんで、ね、落っこってるんですね。ですから、もし我々のそのままの体で敬業したらガーンとぶつかってね、下にバーンと落っこってる。だから、よく敬業するときに家の中にいる人はどうするんだっていう人の質問はね、実はポイントついてる。これいい質問ですね。で、その時に敬業するときに変えられるって書いてあるので、それは何かというと、敬語する直前に
軽量する方々の体が血肉の体から見た目の体に変えられる。そうしますとね、通り抜けるでしょ。通り抜ける。手に登るか手に。ですから、軽量した人たちは、この時、見た目の体が与えられて、手に登っている。こういうことになります。ですから、この時、天国はですね、見た目の体による、クリスチャンたちの国になる。それ以前は、いいですか、霊です。はい、霊ですね。はい、そしてですね、問題は残っちゃったところですね。ですから、あまし残らないように皆さんですね、残ったら殉教しかないので。で、残ったクリスチャンで、ちゃんとしたクリスチャンは殉教しますね。そして、このクリスチャンはですね、イエス・キリストの地上再臨の時、この時に、よみがえります。御霊の体が与えられます。ですから、イエス・キリストの地上再臨の時に、全てのクリスチャンは、ここまで生きていた全てのクリスチャンは、御霊の体が与えられるということですね。そしてですね、ここから千年王国があるんですね。千年のキリストによる平和な時代。でキリストは地上再臨で地上に降りてこられますから、そのまま千年王国で統治するという形になります。そうですね。そして、すべての生徒も一緒にいるって書いてあるんですね。ですから、我々もいるんです。ですから、ハルマゲドンの戦いのクライマックスには我々は全員いるんです。ね、いなかったら下の方にいたと思って。あれ、いないぞ、あの人。どうしたんだみたいな。で、ここは御霊の体に変わったクリスチャンですから、年取らない、死なないで、ずっとここにいることになります、ね。そして、千年王国はね、ここです。ここ。千年王国ができる場所はここです。ですから、もう何年も変わってない、ね。千年王国で富士山はあるでしょうし、それから、江ノ島はあるでしょうしね、ヨーロッパアラブもあるでしょうし。ここです。ここが千年ですね。そこに御霊の体に変わったクリスチャンがここに生きる。ただ我々の生き方はだいぶ違ってくるんですね。それは何かというと、御霊の体に変わってますから、まず死なない、年取らないですね。それから、容姿は変わるわけですよね。ただ小砂牧師とか言うと、いや変わるですとか言うと、いや変わっちゃうんですね。ただね、よく変わるか悪く変わるかは書いてないので、多分よくあるんだろうというふうに期待しますけどね。でもイエス・キリストがすごい美男子になったとは言ってないんですよね。そしてですね、で、その時はもうだいぶ違うわけですね。壁取り抜けられるわけでしょ。それから瞬間移動もできるわけですよね。その弟子たちとイエス様がお話をして、弟子たちがイエス様だと分かった瞬間にイエス様消えてるわけですね。消えたっていうのはなくなったんじゃない、ここのところ瞬間移動したってことでしょ。ですね。それから空にも登れるし、降りられるし。だから SF 映画で書いてあることは、夢物語じゃないんですよね。実際我々はそれができるようになっちゃうということなんですね。ですから今生きたのとだいぶ千年王国でやることが違いますよね。鬼ごっこだってね。その辺ぐる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 回ってるわけでしょ、皇帝なんかね。だって瞬間移動できるんだから、エベレストの陰に隠れるとかですね。それはできることになるわけですよね。ですから実はだいぶ違うんですね。その要するに、ただし千年王国はここなんだね。そして千年王国の特徴は、サタンが縛られるということですね。サタンがいない。閉じ込めない、はい、で最後の時にサタンが解き放たれて、諸侯の王国を、諸国の民を惑わす、ね、こういうことですね。しかし最後に、裁きが下って、そして最後の審判になるんですね。でサタンは火の池、地獄に行く。で最後の審判が起こる。こういうことが起こります。そしてですね、千年王国の時にちょっと不思議な記述がこう出てくるんですね。消せない矛盾する記述が出てくるんですが、
イザヤ書の中でですね、千年王国と考えられているところにこう書いてあるんですね。100歳で死ぬものは若かったとされる。だから200とか300とか500になるわけですよね。そうすると、あれってことになるんですね。というのは、御霊の体は死なないわけじゃないですか。ね、これ長生きするったって死ぬんじゃないですか。この死ぬ連中は誰だ、なんだっていうことなんですね。そうすると、ある公開者はこう書いてあったんですね。200歳、300歳生きるっていうのは、これは永遠に生きるっていうことの表現なんだっていうんだけど、そういう表現はないですよね。例えば、私、国語やってますけど、ね、そんなこと書いてあるのは、夏だと思いますよね。だから長生きは長生きなんだから、ね、永遠に生きるとは言ってないでしょ。それから、血の身子が、で死ぬ人はいないって書いてあるんですよ。だから、血の身子で死ぬ人はいなくなるんですが、御霊の体はね、血痕がないんですよ。結婚がないっていうのは、天国行ったら結婚がないんじゃなくて、もちろん天国は霊の世界ですから結婚はありますが、復活した時って書いてある。だからつまりこれは御霊の体になった時結婚がないってことですね。そうしますと結婚がないわけだから子供はいない。あの血の身が一体どこから出てきたかっていうことになってくる。血の身がいないのに血の身が死なないのって当たり前じゃないですか。そうするとね、ちょっと矛盾があるんですね。千年王国の時ね、血の身がで死ぬ人がいなくてみんな長生きになる。でも一方ではね、御霊の体によるクリスチャンは死なないからずっと生きてる、ね、これはどうなるっていうことになるんですが、重大な見落としをですね、私知ってたんですね。お分かりになっている方はいらっしゃると思いますが、ゼカリア書の14章を見てください。旧約聖書の後ろから2番目、マタイの福音書の前の前です。でこのゼカリア書の14章というのは重要なところで、最後のハルマゲドンの戦いの決着が出てるんですね。反キリストに率いられた軍がですね、エルサレムを攻めて、あわやエルサレムを占領しようとするときに、オリーブ山の上に、キリストが立つんですね。でその時、すべての生徒も一緒にいるというか、我々いるんですよ。ですね、これ絶対いるんですね。でこれは皆さん、戦い面白いですよね。戦いっていうとね、死ぬと嫌だなと思うんですが、死なない死なないんです。弾が貫通しようがないですね。何やられるか大変だ。こっちは御霊の体だからですね。ですからね、これで圧倒的な勝利になるわけですよね。で問題はですね、16節です。これですね、エルサレムに攻めてきた全ての民のうち、これはですね、反キリストの民です。反キリストの軍及び反キリストに味方している国々も含みますね。まあ、軍は送っていて、その後ろに反キリストに賛成している反キリストの民たちがいるわけです。たくさんね。すべての民のうち生き残った者は皆って、ってことなんですね。あれって、反キリストの軍って生き残るんだ。ね、みんなここで思うわけですよ。全滅したと。反キリストの軍がいなくなったと。だからはっきり、生き残ってもない。それで次を見ますと、こう書いてあるんですね。毎年だって、あれって。あれ、継続的に生き残ってるぞ、これって。で、聖書が言いますね。何が起こってるのかっていうと、実はね、反キリストの軍の多数は生き残るんです。そしてですね、こういるんです。ずっと最後。そして反キリストの軍の人たちは血肉の体ですから死ぬんです。でも祝福の時代だから100歳で死ぬ者は若かったとされるから、もう200も300も生きる。でも死ぬんです。そして血肉の体だから血痕があるんです、ね、そして血の身をできるんです。ただし祝福の時代だから血の身をで死ぬ者はいなくなるんです。つまりこの千年王国はここなんですが、ここに同時に存在するんですね。御霊による体に変わった私たちとクリスチャンと、それから血肉の体のままの、人たち、ファンキリストについた人たち、両方存在する。こういうことになります。そして千年王国がここなんですね。天国が天ですね。ですから、どっか上の天ね。でこれはずっと最後、ここまで続きます。最後です。そして、ハデス。ハデスは皆さんに説明しましたけれども、地獄に入る前に
タイにするらしいですね。刑務所と留置所で説明しましたね。なんか悪いことをして捕まると留置所になる。でも留置所はですね、裁判を受けて刑が確定して入るところじゃなくて、裁判を受けるまでにいるところです。刑務所と同じ実質を持っていますが、刑務所ではない。ですから地獄と同じ実質を持っていますが、地獄ではない。これ判決が決まって地獄に入るまでいるところです。それで地獄は少なくともここにはあるんです。再臨のところですね。反キリストと偽キリストが火の中に投げ込まれた。そしてですね、お裁きの時にハデスは地獄に投げ込まれたって書いてありますから、これは一つになるんですね。ですから、千年王国においてはハデスも地獄もここは、おそらく地の底でしょうね。ここはあるんです。ね、ここではない。天国もあります。しかし千年王国はここです。ここですね。そして、ここで両方存在する。こういうことになります。そして諸国の民が惑わされたっていうのはですね、こっちの御霊の体になったクリスチャンじゃないんです。これは裁きです。こっちです。で、サタンにホイホイついていっちゃう。こういうことになりますね。そしてですね、千年王国でこのことが起こります。サタン、反キリストについていった民たちも当然キリストを目の前に見てますし、伝道もされますから、これはですね、救われる人たちは、使われて死んだ人たちは天国、それから、死んじゃなかった人たちはとりあえずハデス、ハデス、ハデス、ここに、だからハデスと天国が続くわけです、ね、これは起こります。そしてですね、千年王国が終わると最後の審判が終わるんですね。でこれは、全てのノンクリシャンがここで裁かれますですから、すべてのノンクリスチャンですね。そして、何が裁かれるのかというと、行いが裁かれますから、これはすべて、地獄行きということで、だからそのために宣教しない。それとともにですね、クリスチャンはどこで裁かれるかというと、ここです。再臨の直後と思われます。このところです。これ近いですね。これを気をつけて。で、クリスチャンの裁かれるポイントっていうのはね、こう言いました。罪ではない。でもね、握って、ね、神様の前に罪を話さないとそれは裁かれる。気をつけて。悔い改めた罪は裁かれません。これ、ね、働きです。神の働き。神の働きをやったから、ダメなんで働きなんです。ですね、気をつけて。うちの子供ではですね、ちょっと最近ちょっとヨハネ君がね、いろいろ奉仕したりなんかし始めたんですね。ですからね、損害を受けて火の中をくぐるようにして助かるっていうことからちょっと助かり始めたでもですね、うちのベニ君とフーちゃんは礼拝だけ、フーちゃん時々ドラムやってますよね。ドラムやってるってんじゃない、ダメですよね。そうなりますよね。損害を受けますが、火の中を振り回せますから、確実に今の段階だと思う。もうはっきり分かるわけですね。それは働きだからです。働き、ね、ですから皆さんね、働き、頭置いといてください皆さん働き、大体主の住家はね、いろいろ奉仕させられて、疲れるか嫌だなんていう人がいますね。こっちが正解それで書いてあるんだから本当にそれでアウトですよ、ね、もちろん助かるんですけどね、でも助かり方がない。損害を受けて火の中をくぐるようにして助かるっていい言い方じゃなくて、絶対ねそこを通った人はもう二度とこんなことをやりたくないって思うような取り方だと思うんですよね。ですから皆さんね、なるべく死の時間の方々は損害を受けますが火の中をくぐるようにして助からない助かるのは助かるんですね。どっちにしたらね、助かるんですが、助かり方が問題と。でこれはここで行われるわけですね。でこれは裁きの時は近いので気をつけてください。再臨まではね、下手すりゃ十何年でしょう。でこっちの最後の審判は千年あるんですから、まだまだですね。ところがね、もう
もう一つの方々が裁かれるんですね。これは千年王国で救われた人です。千年王国で救われた人です。つまりクリスチャンですね。ですからクリスチャンは再臨までの方々は再臨の時に裁かれる。千年王国で救われた人たちはこの時一緒に裁かれます。そしてその裁きの時に命の書が見られるということね、20章の十何節に書いてあるんですね。これは救われた人の名前が書いてある書ですね。で、彼らは名前が書いてあるので地獄に行きます。こっちですね。でそしてですね、この最後の審判の直後ぐらいに新天新地となる。ですからですね、その時地上が流れます。いいですか。それまでこのまま、おそらく富士山があるんです。まあ、噴火して、ね、形が変えるかもしれないけど、これはアルプスもあるでしょうし、エベレストもあるでしょう。ね、千年王国はここです。で、ここの時に変わるんです。この、最後の時。で、新天新地になっちゃう。で、新天新地で、書かれている内容っていうのは、多くのことは書かれてないんです。わかりませんが、一つだけわかることがあります。海がない。ですから海がなくなるのは千年王国でなくなるんじゃなくて、こっちですね。海がなくなるから、海は地球の3分の2を占めるんですから、今の地上は3倍となる。こういうことなんですね。で、これはもう一挙に変わるということを言っていますが、まあ、どう変わるかわからないですね。だから全く変わる。こういうような形になります。ですから、ここで一挙に天と地は変わるということですね。つまことですね。そしてですね、先ほど読んだところに戻りますが、黙示録のですね、21章ですね。2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元を出て天から下っていくのを見た。で、新天新地と新しいエルサレムは一緒ではありません。で、この時新しいエルサレムが天から下っていく。花嫁という表現はですね、教会の表現なんですね。そして、神殿的に書かれていますから、神の御臨在する場所、神の住まわれる場所、特別な神の都、こういうふうに言います。ですから、新天神地に変わることと新しいエルサレムが下っていることは違うことです。ですね。ですからこれは全く違う。ですから新天神地に変わって、そしてですね、新しいエルサレムが下っている。これを一緒だと思っている人がいる。これ違いはっきり書いてある。そしてですね、この新しいエルサレムはですね、立方体と書いてあります。これがこれです。そして、縦横高さ全て一緒で2220km。今の尺よりはね、こういうことになります。それが天から下ってくる、こういうふうな感じですね。でそうするとね、まあ、多くの人はそれは信じられないんですよね。2220キロっていうと、どこですかね、東京から長崎まで1000ぐらいですかね。自動車で行った人はありますかね。どのぐらいですか。千ちょっとぐらいでしょ。だから、長崎から湧かないぐらいですかね。まあ、北海道でしょ。その距離ですね。それが大体2220。それを、四方にして高さにした。でそうなりますとですね、まあ、ある方々はこれは象徴的な表現、まあ、そんなことはありえない。こう考えるんですね。でもですね、聖書の場合はですね、その通りに受け取ると辻褄が合っているんですね。
で、ね、象徴的表現っていうね、私も考えてましたからね、発想がね、乏しい。具体的にね。スター・ウォーズのデイス・ベーターって知ってますか？知らない。あ、知らない。欲しい欲しい。スター・ウォーズの、あの、敵軍の本拠地。ね。本拠地。ね、スター・ウォーズを見た人がいますか？あ、いないですかね。あ、いますよね。そうそうそう。ね、スター・ウォーズなんて見ちゃダメですよ。というふうに言われて育ってきたんですね。でもですね、あの、ね、一般の発想の方がね、ちゃんとしてるんですよ。あれ、あのね、あの、宇宙船がね、あの中通ってね、あの、スピードをやって、やり合ったり、戦闘したりするでしょ。あれね、すっごいでかいの。ね、あれはね、四角じゃないんだけど、丸いの。で、これは四角なの。そうしますとね、あの、結構もうね、SF 映画にね、似たようなこと出てくるんですね。具体的にね。それから上からね、なんか大きな宇宙船が来て、ね、止まろうとしたりなんかするの出てくるじゃないですか。あんまり見てないんですか、それ。SF 映画ってあれ、あの、聖書的なんですよ、ね、例えば瞬間移動とかのバカバカしいことが起こるかなんて言うと明らかにそうだと思われることが出てくるし、そしてこれをそのまま受け取ればね、要するに SF 映画に出てきてるよ ね、丸と四角の違いがあるでしょ。そんなもんでしょですね。で、具体的にですね、それはですね、でっかいものはできるわけないというふうに思うのはこちらの愚かさであって、もうそれは想像の世界で次々と作られてきてるわけですね。で、私はですね、これはね、そのまま降りてくる、こういうふうに考えてですから、新天新地、ね、地球が新しい天と新しい地にあるんですけど、そこに天からまあ、イスラエルのところでしょうね。ね、新しいエルサレム、ね、新しいエルサレムの横に古いエルサレムがあったらちょっとまずいと思いますよね。そうしますと、今のイスラエルを覆っちゃうでしょう。覆って雨が出るぐらいのね、そういうような感じになると思うんですね。ですから、言ってみれば、まあ、地球はここでエルサレムが一番上だとするとこの辺にこうできるということですね。こうできると、ね、いうことですね。ですから私は全くそのまま降りてくる、こういうふうに感じています。で、新しいエルサレムって言ってるのは、あの、花嫁だからね、神の特別な愛と臨在なのか、また神殿的な要素、こういうことですね。ですからそれが現れる。そしてですね、ここに65メートルかな、皆さんの聖書は上背ができるんです、まあ、2220キロメートルから考えて65メートルなんてちっちゃなものですよね。ちっちゃなものですけども、その上背ができるということですね。ですからここに、上背ができるんですね。まあ、眠たい方も多いでしょうけど、4回寝ないとわからない。城壁ができるんですね。そしてですね、城壁は、何て書いてありますかね、144ページ、65メートルですね。約65メートル。だから、まあ、これから言うと全然低いわけですね。まあ、ただ人間が入るに当たっちゃうところです。で、3つ、東西南北に門ができます。で、これは完全に東西南北だと思います。ですから、東西南北に向いてる。で、門の距離は2220キロだからかなり距離感はあるんですね。700キロから何かごとに一つということですね。そしてこの門に関しては12部族の名前が入る。多分あの、幕屋を中心に、イスラエルが出エジプトした時動く時のその体制じゃないか。そうすると、一番頭はルベンかな、東西南北に分かれてるんです。
あの体制だと思うんですね。ですから門は おそらく特定できると思う。東はこの門、あの通りだと思うんです。そしてですね、ここにあの天使がいる、一人一人。天使ってのは滅にあるんですね。あってもね、よく分かってる、分かってる、分かんない、分かんないですね。もうこの中に天使がいるんですよ。で、何々教会の天使っていうから、実はどっかにいたりなんかしてですね。いるかもしれない、よく分かんないですよね。実は小須田牧師は天使だった。なんかよくわけが分かんないですよね。でもこの時はまあ、一つの門に一人いるっていうんだから、もうこれはもうね、こんにちはガブリエルさんとかね、こんにちはミカちゃんとかね、まあそういうふうにいけるというね、そういうような段階です。そしてですね、土台石が12、これは新しいエルサレムの土台石じゃなくて、城壁の土台石が12で、これ12人の名前が書いてあるということで、こっち3人、3人、3人、3人の名前。ね、そしてその土台石は宝石であるから、これは本当の宝石です、ね、そして、門は一つの真珠でできているって言ってるから、これ本当の真珠ですというふうに思います、ね、具体的ですね。そしてですね、まあ、神なんです、神様はそんなものを作るのは朝飯前ですよ ね。それからこの、聖なるエルサレムの壁は、透き通った金で、金というのは透き通ってないんですよ。ですから今の金よりも優れた、ね、もっと美しくて、もっと大質のいい、ね、素晴らしい、そういうようなものがここに建てられている、ね、こういうことになります。そしてですね、ここに伝統はない。ここは蛍光灯がありますよね。蛍光灯がありますね。で、ないですよね。で、何が光かというと、キリストが光、神が光。それは神の光ですね。よく絵に五光が差してる、ね、こういう絵があるんですよね。あれ光ですよね。まあ、あれは本当のことでしょう。アースタルイの光がもっと明確な形で、伝統の会に輝くほど明確な形で、この神の国を照らすということになります。そしてですね、神殿はないんですが、神殿よりももっとリアルなもの、神の座がここにある。キリストの座と神の座ですね。だからこれは実はですね、教会であり神殿の、完成者。そしてですね、正面のところに大通りがあって、大通りだって2220キロですから、ね、その前の真ん中の方で、そこで、命の水の川が流れてるって、こういうのがあるんです。そしてですね、そこに命の木が生えてる。これは面白いですね。知恵の木も混じってるとは書いてない。知恵の木は入ってるとは書いてない。だからこの川の両側にあるのは命の木なんですね。おそらく知恵の木はないんですよ。もしかして博物館かなんかあって、でこれはアダムとエヴァが食べた知恵の木ですよってね、そういうのあるかもしれないけど、しかし、命の木があって、そして、この木の葉は人々を癒す。これを言ってるわけですね。そしてですね、見てるとですね、一つ分かることがあるんですね。でそれは何かというと、ここに住んでる人と外に住んでる人、正方の王は、ね、毎土地やってくるというか、ね、で24時間閉じることがあるの、コンビみたいなんですね。それは何かというと、行き来があるということであり、外に住んでる人と、まあ、外に住んでたって、外は新天使ですよね。中に住んでる人は違う。人間的に言えば、2220キロも上があるのから、でこれはマンション作ったら大変な数になるんですよね。でも明らかにこれは中に住んでる人と、
外に住んでいる人もいる。これは春ね。そしてですね、問題は何かといいますと、これで黙示録は終わるんですね。新天神地で。でも、その後は永遠なんですよね。そうしますとね、黙示録の終わるっていうことはですね、1日で言えば、まあ、1秒経ってこれは大きすぎるわけですね。だからその後永遠なんだから、まあ、ゼロみたいなものですが、まあ、ちょっと例えるからですね、1秒っていうコマ、そこからですね、23時間59分が始まるですね。そしてですね、この後は書いてないんですが、この後永遠に至る働きの、その中に入っていますね。そして我々は永遠に至る主の技と恵みに預かっています。ですから神の働きっていうのはですね、偉大なものでありますね。そしてどうぞ皆さん死ぬ時もう終わりだなんて言わないで、死ぬ時もう始めたいやだってそうなんですからもうダメなんですよ、なんで、あ、これから行ったぞみたいなね、あ、これか道のりは長いぞとかね、これは実際本当にそういうことですからね。それが始まる。で、天国で最後でも全くないんですよ。天国もごく一時的にいるところであって、そしてですね、これは永続するわけじゃないんですね、具体的にね。で、こちらに入って我々は永遠の世界に、入っていくということをね、どうぞ覚えていていただきたいと思います。お祈りします。天皇様、あなたの名前に感謝します。イエス様の名前によって、アメン。